格闘オタクニュースゾウの雑白です。今回は平本蓮美女格闘家に訴訟されライジンランドマーク5出場危機〇〇万円の損害についてです。我らの平本蓮くんの試合まであと2週間を切りました。フェザー級トップ戦線でこれに勝てば朝倉未来と戦うのではないかというかなり平本蓮くんの格闘キャリアにおいて重要な戦いです。そんなところに横槍が入ってきました。正直これを言ってしまうと僕自身も危ないのでもう 100% 推測ですし一切固有名詞は出しませんが某美女格闘家から訴訟されているという話です。某美女格闘家はあまり具体的なことは言いませんが少し犯罪行為をしてしまいそして普通であればアスリート犯罪行為したら例えばですがバドミントンの選手が闇カジノに行ってしまいました。それがバレてしまい一人はもう引退に追い込まれ一人も長期間の禁止になりました。普通ならば何かしらの制裁があり最悪引退です。にもかかわらず某美女格闘家は犯罪をしたにもかかわらず次の月には YouTube を広告売りでやり犯罪をしたことによって知名度を上げそれを利用して金儲けするという具合です。最悪と言っていいでしょう。であれば今度は団体側が普通ならば何かしらの制裁処置をするまあ言ってみれば1年間出場停止そしてチャンピオン剥奪などやると思うのですがこれは逆でした。いわゆる犯罪を利用しようということでなんと犯罪を犯した2ヶ月後にはもうエキシビジョンの試合をすると PR するための記者会見を開きました。しかもその記者会見も警察側から詳しい内容を話さないようにと言われたそうでもうその時点でいわゆる謝罪会見でもないですし何も言えないにもかかわらず記者会見しました。なぜならイベントの PR をしたいからです。そしてその謝罪会見もどきのものをしたと同時に Twitter でイベントを PR し犯罪者の美女格闘家も同じく YouTube で PR しました。このように犯罪を仮儲けに利用しそして犯罪者をイベント PR に利用したのが一連の某美女格闘家であり某団体です。もう某としか言いようがありません。言ってしまうと僕の方も危なくなるのでこのようにどうしようもないのが美女格闘家です。でそこでも記者会見で記者の方からこんな犯罪を犯してすぐに試合したら非難を受けるのは当たり前じゃないかそれを抑止する意味でも試合をしない禁止期間というのがあるって言われたのですが批判は受けますと言ってました。でしかも後の会見ではこれでチャンスだと捉え頑張っていくみたいなこと言ってました。犯罪をチャンス金儲けのチャンスを捉え頑張っていくというどうしようもない格闘家です。そして非難を受けると言いながらもその美女格闘家は自分のことをつぶやいた人をエゴサーチしブロックしそして自分のことをつぶやいた人に開示請求という弁護士から連絡行くようになったのです。批判を受けるというよりは批判人たちを開示請求するようになっているそうです。これも 100% 推測ですがこのような形になっているとのことでした。もうどうしようもありません。はっきり言って犯罪を犯してすぐに YouTube 活動しすぐに試合出るなんてことすればもちろん批判されます。そして批判された人今度は開示請求しているそうです。で示談として示談金まで請求しているということは平本蓮君の方に相談があったそうです。ただ誰かは知りません。僕は何も言いません。知りませんし誰の芸能人に似てることも言えませんがそのようにして犯罪をし金儲けしようとしそして犯罪を生かして PR し金儲けしようとし今度犯罪をしたことによって批判した人たちを開示請求し示談金をむし取るようなどうしようもないのが某美女格闘家であり某団体です。でそれを2週間前という大事な時期に相談されでその平本蓮君自身も開示請求されているようなことも言っています。これはよく分かりませんがこんな2週間前という大事な時期に我らの平本蓮君の手を煩わせるもそうですしどうしようもない格闘技業界の質を下げるだけ下げる美女格闘家しょうもない格闘技イベントがはびこっているのが格闘技業界です。すべてオギチャンネルが悪いでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日ライブ配信もやりますのでご覧ください。また堀口恭司選手が日曜日に試合します。そしてパトリックミックス一つの試合等も動画速を出すと思いますのでご覧ください。それではさよなら。